はい、どうも、大島兄弟です。よろしくお願いします。今日の企画は、大学生になったばかりの妹の大学一週間コーデ紹介。イエーイ。最近、うん、ずっと妹が、コーデ紹介したい、コーデ紹介したい、コーデ紹介したいって言ってました。月曜日から金曜日までの、この一週間のコーディネートを、今回は韓国通販サイトのゴゴシングさんのアイテムを使ってコーデ紹介をしてもらいたいと思います。ゴゴシングさんについて少しだけ紹介したいと思います。基本アイテムから今流行ってるアイテムまで揃っているから、見ているだけでも楽しめます。すごい、やってくれてた、はい、そう、サイトや SNSにレビューが多いから参考にできるし安心もできます。生の声って大事そうそうそうお値段や送料が安いので買いやすいなって思います。比較的に安いからちょっと買ってみようかなっていうことにもつながる、ここで紹介をしてもらいたいと思います。それでは行ってみよう。月曜日マンデー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 というわけで、こちらがゴーシングさんから届いた袋になります。月曜日のコーデを教えてください。月曜日はこれとこれです。はい、じゃんじゃじゃーん。どういうコンセプトで月曜日これ選んだんですか？ガーリー系プラス大人っぽい、大人ガーリーみたいな。そう、大人ガーリー適当に物言うてからここまでが中に黒い生地があって、薄い生地によって透けてるんですよ。上の服がね、お花柄で袖とかがふわふわしてて、ほうほう、形も可愛いなって思って、これを引っ張るとここがキュッてなるんですよ、はあ、締まりが出るというか服に。1週間の始まりに花を添えるみたいな、そういう感じですね。そうなんだそう。それでは火曜日のコーデお願いします。これとこれです。おさあ、どうなるかお楽しみですね。じゃんじゃじゃーん。火曜日のコーデでーす。感触感触で涼しげな感じになっております、うん、そうなんですね、夏なんでね。もうで、ベルトはちょっと自分たちの自前なんですけど、メイン刺繍なんかわいいな。かわいい。で、色も群青色、うんですね、うん、裾が長めなので自分で折ったりとかできるズボンです、うん、すごい気に入ってるこのズボン。こういうズボン私持っていなかったので、この夏もすごい愛用すると思う、きっと。かわいい。では水曜日のコーディネートを妹さんお願いします。これとこれです。お、また色が変わりました。超ラブリーですね。そうですね、私が選んだこのアイテムのポイント、うん、この生地がね、なんかすごいスベスベしてるんですよ。そう、スカートの一番好きなポイントは形かな。プリーツスカートでもなく、ふわっとした感じが女の子らしくて可愛いなって思う。木曜日のコーディネートを紹介してもらいたいと思います。木曜日はですね、はい、これとこれです。おー、薄い青です。さあ、どんなコーディネートになるのか楽しみですね。じゃん、今回はボーイッシュな服装ですね、うん、一番しっくりきてる、うん、いつもの間ね、うん、トップスがめっちゃ可愛い。後ろはね、カラーリングされてるフランスパンがおります。ここにめっちゃ可愛いな、これ。可愛い。めっちゃ一目惚れしそう。下のズボンはですね、結構薄い色のズボンで結構ダメージが入っております。そうなんですね、フランスパンに一目惚れして、うん、そっから合うズボンを探して、肘以上の袖で、うん、ここの肩のラインが結構下に来るやつが結構やっぱ流行っておってですね、うん、金曜日1週間の締めくくりのコーディネートお願いします。金曜日はじゃじゃーん、これです。着ていただきたいと思います。バンド、大学1週間コーデの金曜日のコーディネートになります。ワンピースを上からさらっとさらっと、可愛さも残しつつ爽やかさもある薄紫色、さらっと着れるようなシンプルなワンピースを選びました、はい、というわけで、今回大学生になりたての妹の大学1週間月火水木金、この1週間コーデを紹介してもらいました。皆さんいかがだったでしょうか。はい、というわけでね、ゴーシングさん可愛いアイテムがいっぱいなので、ぜひ気になった方は概要欄に URL を貼っておくので、そちらからチェックしてみてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。